麻雀スタジオ。イベントプレイチケット券で売ってます。なぜか今週はイベントプレイチケット券たくさんもらえます。週に 5枚。YouTube ライブで少しサムネイルアイコン、アバター、ちょっといじくったので、幽霊の髪の毛は今外れてまして、なんか、クソダサい、緑のバンダナつけてます。トン1、シャーチャー、ドラ、ウーピン。まあ、これはタイヤを見えるし、クイタンがでもいいとこかなって感じですね。YouTube ライブなら、YouTube ライブなら、スーアンコーとか言い始めるんですが、実際のところは、まあ、リーターンドライチに育ったら、おんの字かな。サブローキューピンの3度引き。もうちょっとほぐしたいですね。ピンズでメンツを求めると、サブローキューピンの3度引きよりは3番にくっつけて、右が薬牌のペーをポン。捨て牌は何とも言えないですね。まあドラマージャンでしょう。特にこれといった手役は見えない。ちょっと待った。ピンズ待ちに見えますね。あ、でもドラギリリーチ。ロン。私はこれ、イースーピンとか、ウーピンのまたぎ筋とか、ピンズ待ちに見えちゃうんですが、全然違った。リーチ。全然違う。ピンズが1枚もない。ウーピンと何かを1枚くっつきテンパイで、くっつきシャンテンで待って、違う方にくっついちゃったんで仕方なしのドラリーチなのか。まあ、いずれにせよサブローキューピンの3度引きどころか、1枚も引かなかった一曲でした。4と1のドラドラ。ポンポンポン。ポンいいかな。いや、迷った時は面前でで、まあのんびり行こうと。この手は南南 9番9番ある時点で、相当テンパイ難しいんじゃねえかなと。遠くに食いたんでも見ようかな。チート以外は、南南9番9番ある時点で、どっちか落としていくぐらいのスピードが、どっちか落としていくぐらいじゃないと面前で難しいし、まあ手なりでいってチートイツになりました的な。形になればいいし、まあアンコになるとかそういう可能性もあるんで、まずは手なりでのんびり進めてみます。ピンズが高いな、やだな。ちょっと、上はもう染め、ピンズの染め手で、しかもドライロー。場に、他の人も、それを警戒してかは知りませんが、ピンズ高いんで、こういう時は、ピンズは場に出づらい。または、山に残ってんじゃなくて、みんなに持たれてる。実際はピンズ全然関係ない。しかも、打点十分。これは恐ろしい。完全に私は振り込んでました。ピンズって言ってたんで。ピンズ以外は全部通るくらいの。お、これは、チャンタ、ポンイツ。最悪、トンのみで親流す。お、お、お。1の3。これはいける可能性ありますね。1の3、4枚なんで、まあ、チャンタの保険でもかけながら。
ヒーピンと、うわー、ちょっとここで終了かな。ちょっとごめんなさい、もう終了だな。こんないいとこ入るとやっぱちゃんたに行きたくなる。国士を狙うイコール、まあ無理でしょうっていう気持ちがどっかしらにあるんで、まあどうせならないでしょう。YouTube ライブであればもう国士なんですが、まあ国士イコール、どうせまあ完成はしないけれどもっていうのが絶対あるんで、ハイパイイーシャンとかハイパイリアンシャンテンとかだったらまあともかく。なので、ちょっといいとこ入ったんで、チャンタに移行しました。ヒーピン初順。まあ、イーシャンテン。チャンタイーペーコー。何？た、たか、ドラ、ドラ、ドラ。これはやられた。全くノーマークです。転敗してるかもしれないすら思わなかったので、まあ、トップの、大トップの余裕ですね。大トップ、今更リーチかける理由がないので、上は。もう闇点で、構えて。攻められたら降りることもできるし、闇でロンできない時だけはまあ場を見てリーチしてくる可能性大いにありと、うんうん、まあ、まずは親に回すぐらいの打ち方で、ちょっとトップを見るっていうよりはまず2茶を見る一局になってしまいました。今の振り込みで左は想図の染めて、何本一。ちょっと想図、123は狙わない、狙わずに想図を抑えながら、少し手を、うわぁ、いいシャンか。想図切り手。ちょっと1枚ぐらい切るか。あー、やっちまった。やっぱりパワー1切るべきかな。パワー1切るべきでした。ソーズがドラ色なんで、まあドラ1枚ぐらい入ってて普通なんで、8000は見えるな。まあチュンもションパイか。これは、トンもダブ、トンもドラのトンが出てないし、まあ攻める。うわ、こんな掴み方したらもう、ちょっと、いいや。自分の手を捨ててでも、場を引き締めるというか、ぬるい牌を、ぬるいとは、まあでも、トンはぬるいか。ここで飛んでるようじゃぬるいな。ただ、手加工が、100万イーシャンテン、100万テンパイなら、わ、まあ、かりますが、初も2枚切れか。まあ一応警戒して、この手はどうせトンチュン掴んでる時点で、あと、ソーズがこんな形の時点で、私が一番乗りテンパイってなんないんで。あ、三蔵が出てきたんで、もうソーズで染まってて、最悪何かのシャンポン。バイマンクラスもあるんで。羽マンくらいは見てていいですね。おー、来たー。危ない。まあ羽マン安くて羽マンカラーって感じだったんで、まあただリーチと飛んでリーチってした時点でいいですね。あれが飛んで飛んのつもぎりでダマテンでしただとちょっと弱いんですが、もう切るならリーチと、危ないのはもう分かってんだと。ただ攻めるか守るかで攻めるを選択しただけという意図がもう見えるんで、
ただ今のがリーノミとかだとうわってなり、リーノミとかだと、ちょっとやりすぎかなと思いますが、攻める意図があるんで今のはいいですね。いいですねというか、個人的には、リーチをかけたのは、かなり、好感触です。これは手格好めちゃめちゃいいんで、メンタンピン、ドラサン見える。点数、少しでも稼がないといけないんで、メンタンピン、いい抵抗、ドラサンを見て。薬杯のシャーをポン。ここはもう、降りるっていうよりは自分の親にまず回ってこないと、この曲2ちゃも無理なんで、この手を仕上げる。うわ、ゴロチこれ掴んでた可能性高いな。ちょっとゴロチを優先して、2を切ろうとさっき考えてた節があったんで、357の、両関係にして、ただ、ちょっと手格好が普通にドラ3でよかったんで、これはもうちょっと待った。1巡ぐらい待つか。ここでリーチすると、流局の可能性あると。上が今 E マン切ったんで、上から直れるチャンスかな、これ。ピンフドラ3 8000。D ピンドラ3。ハーダー、ちょっと、やっぱリーチ。バイマン見ます、バイマン。出上がりっていうより積もって倍満ですね。黙ってんならイースーマン、イーマンなんか黙ってんなら、捨て牌見るとみんないらなそうですけど、ここは点数が点数だし、4000、8000を見てリーチ。高め。メンタンピンツモ、トラさん。7本折れて、乗らない。ここの親次第では、ちょっと26000点差ですけど、まあたまに、親マン、誰もが12000を誰かから上がるっていう経験はあると思うんですが、親マンを。それがたまたま上から出れば、一気に24000縮まるんで。ここはスピードでイーマン切り。この手格好だとちょっと打点っていうよりは、上がりやすい形を作りたいので、イーマントローピン。この変速リーチいいですね。上はもう場を流しに来てるんで安いです。上は両ピンも切ってます。リーチかけてあげると上は、あーまあまあまあいいでしょう。リーチ。上は困りますね。3泣きした以上は今更降りれないので、上が上がっちゃうのは大いにありますが、直撃大いに狙えます。ん？上。三泣きしてチューンを切ってきたってことは、降りた可能性あるぞ。さすがにおやりに、あ、チューンの統一落とし。上は回しましたね。さすがにおやりに振っちゃうと、この点差安全圏とは、ちょっと言えないので、三泣きした、うわ、ちょっと怖い場になってます。上はもう降りれないでしょう。手牌に4枚しかないのに3人リーチって結構地獄ですね。よし、バイマンいけ。リーのみ。リーチ。ただ、リーブを3000点加えたリーチなんで、上としては助かったですね。ちょっとチャンス手を潰されて、オーラス100点差で2茶なんで、
ここは100点差でいっちゃ、じゃあトップ見るより1000点上がって2着キープが一番ベストでしょう。チュンのみで、別に本一じゃなくて1000点で1000点で十分です。または天敗、お、ちょっと第3弦だとトップの可能性あるな。第3弦だとさすがにポン。チュン内で天敗は取らないですね。第3弦の可能性がまだある以上は、もう1枚吐く切れたら、小3弦なんて別に嬉しくもないんで、天敗取りますけど、チーピンマッチに取りますが、まだ吐くが出てないんで、第3弦の可能性ある以上はちょっとこれは狙いに行きたい。この上がりは別に、この勝負は別にいらない。あ、その直後に切られた。うん、直後に切られんだったらテンパイ取ってきゃよかった。手を崩してしまった以上は。まあ。うわぁ、おやり。俺きついな。4茶のおやり。え?ちょっとそれはやりすぎじゃないか。4茶のおやりはかなりきついです。振り込むと4茶になる可能性あるんで。これはもう上がってくださいって。パス出してもいいかな。この勘はちょっと、自分が不利になる勘だと思います。面前でスチーマン3枚持っている面前なのに泣きの形にしちゃった上に相手の親りに4茶の親りにドラをプレゼントなんで、これはすべきではないと個人的には思いますね。ちょっとここはもう防御でいいや。4茶の人がこのチーマンは民間だったらわかります。もうこの点差だし。ロン。あ、うまく逃げ切られた。チーマンを残してる3コーなのに、この3コーを関する意味は、これは考えてないだけですね。とりあえずボタンが出たからカーンと。なんかよくわからんけど。なので、手格好を見ると、これはちょっと、すべきでない感と、言えるな。まあ、何より3個なくなったし、4茶にドラプレゼントと。自分が逆転される可能性を作って、かといって、あの勘をしたから自分が倍満になって、トップ取れる可能性が増えた。そういうわけではないんで、なんか、入ります。お。お、なんかチップがたくさん入った。よくわからないけど、カードを装備しながら打ってると、全く意識しなくても何かしらを達成してくれるんで、今みたいにチップが増えることがあるんで、まあ、適当に装備してみた方がいいと思います。ちょっと第3弦、テンパイくらいは、本当は匂わせたかったんですが、なかなか難しいもんでした。どうもありがとうございました。左が倍満を上がったところを見てみたいと。ドラはパーソー、上がダントツで5万3000。左が8000点、私は親満食らった直後。1万2000点。親はもう闇点で十分ですね。リーチが来たら降りりゃいいし、闇点でロンだけすると。危ないとこ来たら降りる。闇でロンできないときだけはまあリーチしてもいいかな。何?左ちょっと面白い。イーソーイーソーチーソーチーソーシャー観光。ちょっと面白いですね。夢があります。私は平凡です。
右もそこそこ単品系に伸びそうないい感じ。いきなりカン。ドラはトン。パーソーとトン。カンをしてナンを持ってきたんで、これは確かに染め、ソーズのトイトイ。ちょっと見えますね。強引に狙いに行く価値はあるかも。もう完全に寄せました。ナンを鳴いて、この辺でもうソーズって呼んでたんで、イースは切らないと。ただ私も攻めっ気あったんで、初とか吐くぐらいは、まあ、切るかな。お、すご。少数 C は、まだ、あ、ごめんなさい。可能性ないか。ちょっと危ない自敗は、先に切っといて。本当は E ピンの方はいらないんですけど、後々、4巡目でさすがにテンパイはないと思うんですが、後々ハクとかハツとかは、シャンポンにぶつかる可能性あるんで先に処分。で、ソーズは切りたいのは山々なんですが、捨て牌が明らかにソーズなので、切れない。あ、ここをちょっとミスですね。ここパワン切りにしようかなーなんて思ったんですが、イースをちょっと通れっていう、少し祈り気味に。本当はイースを切りたいんですけど。いや、やっぱパワンかなーと。ただ、ちょっと通れって言ってイースを切ったらそれがポンと。まあ、これは本一でしょう。ドラ色なんで、何本一ドラ18000くらいは、この7巡目、6巡目だと見えてました。バイマンはこの巡目ではまだ見えてなかったです。上、イースを切りましたね。まあ、上は点数たくさん持ってるんで、ちょっと余裕があるかも。まあ、当然、ローソー切れなくなっちゃって、まあ、これ掴んでる時点でダメだなと。まあ、5割ぐらい。5割ぐらいも、脳天だなと。で、トンとチューンあたり持ってきたら、みたいな話をしたら、チューン持ってきたんで、まあ、5割脳天が、9割脳天と。攻めっ気なしと。ルーパー層の両面には取らず、トイトイを優先。で、右にトンが浮いている。これが出てくるので。あ、私は掴んだんで、もう、こんなのは、切れないのか。三つもあるんで。ローソー、トン、チュンと。ここ引いてきたらやめるっていうのを三つも持ってきたんで、もう完全に上がりは狙っていないです。もう安牌探しですね。左だけ転廃。右が飛んでリーチをするんで、次右に転廃が入るはず。なるほど。関羽層のイーペイコーの方から、関羽層が入ったドラリャン、ドラジャン島のドラヘッドのインフケ。ディーピン、イーペイ、ドラドラ。これはもう、サブローピンから入って、カウスソーだったら多分トン切らないで。あ、でもそれでも危ないな。ソーズ全部危ないし、トンも危ないし、サブローピンから入ったらピンズの何か切らないといけなくなりますね。もう、それは分かってたと思います。
で、ソーズ全部危ないと。しかも、乾燥から入って、感触がいい。もうこれはもう勝負と。まあ、それがたまたまローンだっただけで、あとは打点が高かっただけで。デカコミズ、なるほどと。まあ、羽マンくらいは見えるんで。あと何よりその乾燥から入ったってやつですね。サブローピンから入って。町が乾燥じゃちょっと弱いんですが、薄いとこから入って、理想形に仕上がったんで、まあ勝負と。まあこう、一貫性がある、攻めを選択したっていう、こう、明確な打ち方でいいなと思いました。今回、第3弦上がれなくて、まあね、ちょっと不満足な一曲でしたが、また続けていきたいです。見てくれてありがとうございました。またお願いします。